こんにちは、動画ファンの成田です。こちらでは YouTube から直接教わったアナリティクスのポイントをご案内してまいります。チャンネル登録者数の増減についてチェックをしてまいります。チャンネルの登録者数どのように見るかと言いますと、アナリティクスのこちらのメニューの中に登録者というのがあります。こちらをクリックしてみてください。そうするとこのような画面が出てまいります。で、登録者数とそれから増えた数、減った数がこのように確認ができます。そして少し下にずらしていただきますと、地域別や日別で確認をすることができます。そしてこの登録元で動画というのは、動画を見てチャンネル登録をしてくれた人がこちらになります。またおすすめのチャンネルというのは YouTube のトップページに表示されるおすすめチャンネルですね。そこからの登録になります。で、例えば動画の中で呼びかけ、アノテーションを入れたり呼びかけをしていて、それで動画からの登録が増えているということであれば、その呼びかけやアノテーションは効果があるということがお分かりになるかと思います。こちらではどこからの登録が多かったのかをチェックできます。チャンネルまたは動画ごとの評価についてレポートを見てみたいと思います。こちらのアナリティクスのメニューの中に少しスクロールしていただくと評価という項目があります。こちらをクリックしてみましょう。そうするとこのような表示が出てまいります。これはチャンネル全体の数になります。高評価の数、低評価の数になっております。で、下を見ていただくと動画ごとの評価の数もチェックできますので、高評価が増えているということは、その動画がよく見られていて、そしてその動画からファンになってくれた方が多いというのがわかります。例えば高評価の数は増えているのに登録者が増えていないという場合は、アノテーションなどで誘導をしてみると効果的です。コメントのレポートをチェックしてまいります。アナリティクスのメニューの中、少しスクロールして下の方にコメントという項目があります。こちらを開いてみます。そうすると、コメントが全部でいくつ来ているのか、そしてどの動画のコメントが一番多いのか確認ができます。通常 YouTube で動画を視聴した時にコメントを残すというのはなかなか少ないかと思います。つまりコメントをくれる人というのは動画を最後まで見てくれて、かつアクションを起こしてくれる、かなりコアなファンであるということがわかります。こちらの一覧からコメントの多い動画を、そしてどのようなコメントが来ているのかをチェックすることで、そこからどのようなニーズがあるかというのを確認することができます。それでは以上となります。最後までありがとうございました。